マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたはお腹周りを引き締めたいって、綺麗なくびれを作れたらいいのになって思っていませんか？そしてそのためには腹筋だってね思ったりですとか、まあ、YouTube チャンネルでもたくさんお腹の引き締めとかくびれを作る動画いっぱいアップされてますよね。確かに腹筋を含めて、まあ、様々な筋トレをしてそのお腹を引き締めてくびれを作る方いらっしゃいますが、それは筋トレをしただけでなったわけではないんです。つまり筋トレをしたから痩せたのではありません。実は腹筋をしてもですね、お腹の脂肪は落ちませんというのをご存知でしたか？でなぜこのお話をしているかと言いますと、その筋トレをしてですね、かえってダイエットに失敗してしまったっていうね、ご相談が最近多いからなんです。確かに筋トレ自体はですね、まあ、しっかりすれば健康的な体を維持することができますし、またこれだけ頑張ったんだから脂肪落ちてるよねって思いたいですよね。そこでこの動画ではなぜ腹筋をしただけでお腹痩せができないのか、そして確実にお腹痩せする方法がわかります。もしあなたがお腹周りをすっきりさせても綺麗に痩せたいって思っているのであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回の動画のテーマはこちらです。1、腹筋ではお腹周りが痩せない理由について。2、今日から始められる痩せるための3つの方法についてお伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜ腹筋ではお腹周りが痩せないんでしょうか、ということで、その原因はズバリ筋トレだけでは脂肪は減らないからです。実は筋トレを行っても脂肪は 1g も落ちません。でお腹の出っ張りもですね、1ミリも引っ込まないわけです。またこれと同じようにですね、いくら腕立て伏せを頑張っても二の腕はですね脂肪落ちません。またスクワットをやったとしても下半身の脂肪が落ちることはないんです。つまり筋トレによって脂肪が落ちるってことはないんです。ではなぜ脂肪が減らないのかですよね。その理由は、筋トレを行うことで消費されるエネルギーというのは脂肪ではなく糖分だからなんです。筋肉トレーニングのような無酸素運動というのは、その体を動かすエネルギーとして体内にストックされたその糖分を使ってるんですね。これらの糖分というのは普段はグリコーゲンとしてその肝臓とかですね、筋肉内にまあ溜めているんですよ。なのでグリコーゲンやこういった血中のブドウ糖を使って筋トレをしているんですよね。ですからこういった一連のエネルギーを使う流れの中で脂肪が疲れることがほぼないんです。確かに筋トレ頑張った後にそのまま日常生活を送っていく意味では、糖分プラスその体脂肪をエネルギーと使おうっていうね、まあ、そういった働きは優位になるのは確かです。ですから、まあ、厳密にはですね、筋トレを行った後には、まあ、だんだん脂肪が減少するのは、まあ、事実なんですけれども、まあ、これだけね筋トレ頑張ったんだからもう1キロぐらいね脂肪減ってるはずとかね、そういったことはね期待するほどにはないんですよってことなんです。つまりどんなに腹筋を頑張ったとしても、それはエネルギーとして糖分を使っているだけで脂肪がですね減るっていうことは難しいんですよね。ですからあなたがいくら腹筋ばっかり頑張ったとしても、一向にお腹がへこまない、くびれができないっていうのはそこに原因があるわけです。ではここまでこのお話を聞いて、いやいやでもよくまあ雑誌とかねテレビとかで腹筋をして運動してこんなに痩せたってね、モデルでこういろいろ出てるじゃないですかって思う方もいらっしゃると思うんですが、それは筋トレだけしたからではないんです。なぜ結果痩せていらっしゃるかというと、それは食事制限によって痩せたからなんです。なので実際はですね、筋トレだけで痩せたのではなくって、その毎日のお食事を徹底してこう管理制限することで空いた状態を作っているということなんですよね。ただ食事制限だけしてしまうと筋肉が落ちる、なのでそうならないため
筋トレもしっかりしましょうねっていうことをただされていらっしゃるだけなんです。ですから脂肪が落ちたイコール筋トレだけで落ちたのではなくって、プラス食事制限をしているということです。お腹周りをすっきりさせるためにはですね、体脂肪を減らさないといけないんですね。ですから体脂肪を減らすためには食事のコントロールプラスその体脂肪をエネルギーとして使う有酸素運動をする必要があるんです。つまり体に入ってくるエネルギー量を減らして体内から出ていくエネルギーをいかに増やせるかがポイントです。体脂肪を落とすのには優先順位があります。1、食事のコントロールが 80%、 そしてジョギングとかウォーキングなどの有酸素運動が 20% と言われています。はい、ではここからは今日から始められる食事のコントロールの方法、痩せるための3つの方法をお伝えしていきます。ぜひ最後までご覧いただいて、できるところから始めてみてくださいね。では食事のコントロール、痩せる3つの方法のポイント、1つ目です。時間帯ですね。これは朝起きてからだいたい 7,8 時間経った頃、まあ、例えば朝7時に起きる方でしたら2時3時ぐらいですよね。その頃に召し上がると一番太りにくいということになります。なので例えばちょっとこう太りやすいね、ものを食べないといけないとか、お付き合いで、もしくは食べたくなったっていう時は、朝起きてから 7,8 時間経ったその時間帯を見計らって食べちゃえっていうことなんですよ。そうすることで後から例えば夜食べるより もう何倍もですねカットできて、まあ、太りにくいってことなんですよね。これは B01 っていうね、まあ働きがありますから、一番食べてもこう脂肪を溜め込みにくくする時間帯ということになります。ぜひ工夫してください。では次2つ目、組み合わせということで、お食事の何と何を組み合わせれば痩せるのかということです。でこれはズバリですね、お肉やお魚、卵、大豆製品などのタンパク質と、あとはオクラとか海藻とかネバネバ食品、まあ、お野菜ですよね。そういったのを半分半分、まあ、55の割合でですね召し上がっていただきますと、まずはあなたの食欲を抑えることができますし、太るもと血糖値の急上昇を抑えて、結果脂肪を溜め込みにくくしてくれます。ですからまずはお食事の組み合わせは良質なそういったタンパク質と食物繊維、これを掛け合わせたものをしっかりと召し上がってみてください。では最後3つ目です。食べ方ですよね。これもすっごくね有効ですよ。例えばいきなり、まあ、お食事のメニューでですね、ご飯白米を食べるとか、もうそれ一番太ります。炊きたてね美味しくて、こうついつい最初一口お米だって食べちゃうと太るんですよね。ですからポイントはお茶ですとか汁物、そういった水分を先に含んでいただいて召し上がってくださいね。でその後にお野菜を食べて、肉や魚などのタンパク質を食べた後に最後がご飯です。でもそのご飯もですね、食べ方がありまして、あったかいですね糖質、まあ、例えば白米とかパンとかパスタとか、そういったのを一旦ちょっと冷ましてあげると太りにくくなりますから、ぜひ目標体重になるまでは、まあ、ほかほかはねご飯美味しいんですけども、ちょっとやっぱ冷ましてから、ですからお食事の最後に召し上がれば、もうほぼほぼ冷えてますからね、まあ、そういった形で召し上がっていただきますと効果抜群ということになります。さあいかがでしたか。もしあなたがお腹周りをすっきりさせたい、くびれを作りたいと思っていらっしゃるようでありましたら、まず私がお伝えした朝起きて 7,8 時間経った時に食べるのが一番痩せやすいので、その時に食べましょうということ、そしてタンパク質ですね、お肉、お魚、卵、大豆などなど、こういったものとお野菜系をしっかりと半分半分同じぐらいの量で食べるということ、そして最後は食べ方でしたね。汁物から先に食べていただいて、太るもと糖質、お米やパン、パスタなどは一番最後に食べましょうということをぜひ取り組んでみてくださいね。今回の動画のお話は以上になります。このお話役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただけますともとっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。